飯泉知事が県民の皆様と対話し、地域から湧き出る知恵をいただき、新たな施策に生かす宝の島徳島ワクワクトークが平成25年11月18日に海陽町で開催されました。この日は飯泉知事が友浦漁業協同組合の冷凍冷蔵庫や加工作業場の視察を行った後、漁業を生かした地域の活性化などに取り組んでいる友浦漁業協同組合や海部干物クラブの皆さんと、水産物の6次産業化を目指してをテーマに意見交換を行いました。あ、どうぞ。いや、頑張ります。はい、はい、参りましょう。これが、はい、これがアイス。電気を当てることによって鮮度を保ったまま凍結できるっていうのが意味らしくて、まあ、解凍時のドリップなどの問題も解消して、まあ、酸化石鮮度を維持、あと旨味をまた増して逃さない、はい、あ、増すんですか、はい、で除菌効果もあって安心で美味しい魚が食べれるように、はい、凍結できます。できたての商品の試食と、紹介をさせていただきます。この高酸化で冷凍した刺身を試食していただきたいと思います。うちの大敷網で取れました、こちらマグロ、アオリイカ、これ塩、カンパチです。カンパチ、はい、こちらが、県の特産品のすだちを使いました、その名もすだちウオ。あ、美味しい。鮮度がいいので、やっぱスーパーで売っているよりも美味しいと思います。はい、はい。その一本全く臭みがない。そうですね。はい。取りたてとどうですか。取りたてよりもなんかまろやかな感じしますよ。ええ、取りたては確かに美味しいんですけどね、シャキシャキして。でもね、少し意外と取りたての方が生臭い。全部生臭くない。これでね、少ししんなりして。でも鮮度はいい。3点揃ってますね。最後に紹介しますのは、はい、シイラのミンチカツです。あ、シイラ、はい、ほとんど利用されてきませんでした。なのでこのミンチカツをきっかけに、はい、またイメージを悪いイメージを払拭して、はい、皆様に食べていただけるような魚になればいいなと思っています。おいしい。まあ、今日はテーマを水産物の6次産業化を目指してとさせていただきまして、大敷網伝統的な漁法を今もって引き継いでおられ、そして魚種も大変豊富と、さらにこうして獲れた魚を消費者の皆さん方に本当に美味しく食べていただこうということで、最新鋭の冷凍冷蔵装置を導入をされる、いろいろな工夫をされ、そしてさらには未利用魚種、こうしたものについてもこれをさらに美味しく食べていただこうといういろいろな工夫をされております。友浦漁業協同組合の皆様方のところを訪ねさせていただきまして、このワクワクトーク開始をしたいと思います。まずはじめに大敷網漁法につきついてでございますが、大敷網は古くから友浦地区で行われている伝統漁法でございます。魚が障害物に沿って泳ぐという習性を利用した漁法で、沖合2キロから3キロの漁場で長さ 1.3 キロ、幅100メートルというスケールの大きな定置網を設置し、春にはアジ、タイ、ヒラメ、秋にはメジカ、横は冬にはブリ、アオリイカ等一年中水揚げされております。この伝統漁法は友浦漁協の主要漁であるために、私たち後世に受け継ぐために体験漁業や加工品の取り扱いなど、さまざまな施策等を取り組んでいく予定でございます。私の方では冷凍冷蔵庫のスムーズな運営や加工場での多角化を図るべく努めています。当地区では初めての取り組みなので、いろいろ課題がありますが、当漁協組合員や地域の方々のご協力をいただきながら進めていきたいと考えていますので、今後ともご指導のほどいただければなと思います。漁の方はすでに始まっておりまして、
この大敷網は当漁協の中心的漁業であり、ある分機械化はされてはいるんですが、人手も多く必要とし、地域の雇用の場となっております。この大敷網で水揚げされた魚を有利に販売できるよう取り組んでいきたいと考えております。まあ、この大敷網、今組合長さんからもお話がありましたように、まあダイナミックにね、そして魚種も豊富にということで取れるわけで、確かに換金をするときにいい魚もあれば未利用の魚種も出てくるわけでありましてね、こうしたものをやはりこう全て使えるということが、これからのやはり組合員の皆さんがね、より収入を増やしていく、また資源を有効に活用するといった点でね、重要になってくるんではないかと思うんですね。そうした意味で、こちら貝塚さんからもお話のあったこの冷凍設備というのが非常に最新鋭のものでありますので、まあ、こうした機械を使うことによっていろいろな活用方法が出てくる、そして多くの皆さん方に魚を食べていただけると、まあ、こうした可能性が広がってきてるんではないのかな、まあ、こうした実感もさせていただいたところです。そしてぜひこの新しい冷凍機械の活用はもとよりでありますが、今日のテーマである6次産業化ということでね、まあ漁業の場合にはまず収穫をして、それをさばいて、場合によっては加工をして、パッケージ化、ブランド化も考えて出していくと、まあ、こうなる6次産業化を目指していくこととなるわけでありますので、まあ、おしゃれな形でのパッケージなども含めてですね、まあ、ぜひ多くの皆さん方の現場のお声も入れていただきまして、素晴らしい6次産業化のモデルを作り上げていただければと思います。まあ、特に未利用魚種をどう使っていくのか、これは重要な点だと思います。まあ、長い歴史の中で使われてこなかったといえば使われてこなかった理由があったわけでありますので、まあ、しかしこうした魚種を使ってこそということがありますし、まず6次産業化を進めるためには地域の皆さん方にこれは美味しいよっていう指示がやはり必要となります。まあ、こうなってくると地産地消の今県を挙げて学校給食、また TPP になってきますと農業も含めて地産地消が重要になる、食の安全安心、顔の見える食材を子どもさんたちに提供をと、まあ、こうなってまいりますと今全国で地産地消の学校給食比率は 26% しかないんですね。まあ、徳島県は先進的に早めにこれ取り組んだところなんですが、まだそれでも 35% 弱、やはりこれを5割6割7割と高めていく必要がありますので、そうなるとまさに取り立てので地味豊富な、でも今まで市場ではなかなか使われてこなかった、まあ、こうした未利用魚種といったものをいろいろ工夫をしていただいて学校給食に、場合によっては産直市で売っていくと、まあ、こうした手もこれから大いに考えられる点でありますので、ぜひ皆さん方とともにこちらも考えていければ、導入できればさらには促進できればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今後30年以内に起こりうる確率が 50% 以上と言われています南海地震への備えですが、組合員や地域住民の生命や財産を守るのは組合としての責務であると思います。避難方法や災害発生時の体制整備、漁業再開計画など記載した災害減災計画を県や町と一緒に作成しているところでございます。まあ、確かに組合の皆さん方の生命財産を守る、特に貴重な船を守らないと、東日本大震災の時にはその後発災の時仮に命が助かってもその後漁業を続けることができなくなったんですね。まあ、この時には全国から漁船を提供しましょうと、まあ、こうした形があったんですが、それが集まるまではなかなか時間がかかりますし、まあ、たとえ漁船を提供されたとしてもその漁船は違う漁船ですんでね、やっぱり慣れるまでに時間がかかるかと思います。まあ、その意味で皆様方、漁業協同組合の皆さん方、あるいは海上保安部の皆さん方と県との間で、いざ発災となって津波が来ると、じゃあこの時に沖で避難をしておこうと、まあ、沖出し避難ですね。まあ、こうすることによって貴重な船を守る、もちろん生命も守るということになりますので、まあ、こうした対応をさらに進めていければな、このようにも考えております。
漁業従事者の高齢化に伴う後継者不足問題解消対策として緊急雇用対策の補助金を活用し、平成21年度より新規採用者採用にも取り組んでまいりました。地元のみならず県外からも採用しており、現時点で8名が職員や漁業従事者として採用されているところです。今後も後継者不足解消につながるよう IJ U ターン者を積極的に受け入れていこうと考えておりますので、より良い施策等がございましたらご指導よろしくお願いします。まあ、確かにこれまでずっと日本は経済雇用大変悪い時代が続いてきておりまして、まあ、ようやく大都市部大企業では良くなった。でもなかなかまだ地方にはね、こうした声が県内でも聞こえるんですね。まあ、そうした意味ではこの緊急雇用の制度、国の制度であるわけですが、これが今年度で終わってしまうと、まあ、何回か延長は我々知事会でも提案をさせていただきましてね、続けてきているところでありますが、しかし今もこれだけの雇用をされているということでありますので、我々としてもこの制度はまだまだこれからも必要だと、こう考えておりまして、知事会を挙げてこの点も制度の延長、場合によって使い勝手の悪い点については改良してもらうようにと、さらに提言をしていきたいと思います。以前から新しい漁業の道を開くために、伝統的漁法の大敷網と都市部に住む人々との海洋交流を組み合わせた新しい事業として、体験漁業船虹番坊の運航を行っております。毎年100名程度の方々が早朝5時の出航にもかかわらず本間門の体験に訪れており、本年度からはマゼ農家オートキャンプ場と協力し、体験漁業船を活用したマジェの丘で一泊する宿泊体験プランを作成し実地していることです。今後は新設した加工場を活用し、魚さばきも組み合わせた体験も実地し、企業向けの宿舎体験プランも提案していきますので、ご利用いただければなと思います。なお平成11年度から今年度14年目に入っております。今海洋庁をはじめとして、ちょうど四国の右下にあたるということでね、この県南部地域、こちらを四国の右下、そしてどんどん元気になっていこうということで右上がり、これを目指していこうということでね、四国の右下右上がりというキャッチフレーズで、今お話をいただいた体験型観光ね、まあ、こちらは大人の皆さん方に来ていただく、これもあるわけですけど、教育旅行ということで子どもさんたちにね、まあ、私も小学校の頃臨海学者なんていうことでね、日本海側へ行って、そして地引き網をして、でだんだん網が狭められてきますと魚が走り回るんですよね。ブリのもともとちっちゃいね、ハマチよりもまだちっちゃいようながこうビャーッと走り回ったりね、こうするのを見ててキャー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 言って、あとは最後は手づかみ でこれがまだ大体地引き網の様子なんですけど、大敷き網の場合にはそれはもっと大胆大規模なものでありますので、まあ、こうしたものを一度体感された人は場合によっては漁師になりたいなって思う人がね、増えてくるんじゃないかと思うんですね。まあ、特に教育型の旅行という形で本物体験をしてもらうと、まあ、そうした子どもさんたちが将来大きくなって、僕は私は漁業をしたいよとか、漁業をやってる人のところへお嫁さんに行こうかとかね、まあ、そうした思いがどんどん広がる、これは将来の後継者対策、これにもつながってくるということで、大変先進的なことを、しかも14年目に入られたと今お話がありましたんでね、これからはもうどしどしで、今ちょうど四国の右下右上がりの中では体験協議会、こちらを作っていただいておりまして、まあ、この中では皆さん方にとっていただいた素晴らしい漁業資源を、例えば丼にする南阿波丼、あるいは鍋にする南阿波鍋と、そして海藻類天草などについてはね、これを今度はスイーツにしようという形で、今年はその3年目になりましてね、いよいよ来年は全国どんぶりサミットがこの県南部地海部郡で開催をされることになっていて、全国のどんぶり自慢が皆
この海部郡に集まる絶好の機会でもありますので、まあ、こうしたイベントをイベントで終わらすっていうだけではなくて、そうした機会に全国から訪れてきた皆さん方、まあ、これは出店をする人もいれば、それを食べに来るというね、追っかけの人もおるわけでありまして、こうした人たちにもこの友浦漁協の皆さん方の素晴らしいその漁法であったり、あるいは加工品といったものを食べていただく、そして食べておいしい、これはぜひ全国で販売されても取り寄せても食べようとか、あるいは今度は友浦漁協に来て、さらには体験漁業してみようとかね、まあ、こうしたリピーターをどんどんファンを増やしていくと、まあ、こうしたきっかけにもなると思いますので、これからも大いに頑張っていただければと思います。はじめに緑地産業界の取り組みですが、老朽化した冷凍冷蔵庫を取り壊し、平成25年4月1日に加工場を併設した冷凍冷蔵施設を新設し稼働しております。施設には解凍時のドリップが出にくい冷凍技術を導入した抗酸化特殊冷凍機も導入しており、この技術を付加価値に変え、鮮魚のみではなく加工品販売にも力を入れているところです。また南部県民局や四国大学、国府ケーブルテレビにも協力を依頼し、未利用魚や根のつかない魚などを加工し販売することで、漁業従事者の所得向上にもつながり、また雇用促進にもつながるため、友浦地域の活性化にも貢献できると思われます。続きまして、学校給食への食材供給ですが、今まで地元幼稚園や小中学校の約900食の給食に、友浦漁協で水揚げされた新鮮で美味しい魚を加工場で下ごしらえし2回ほど提供しています。また徳島県漁連にも県内の学校給食の約1万2000食に友浦漁協で水揚げされた魚が提供できるようお願いしているところではございますが、加工場を見ていただいた通り小さな場所と機器であるため、効率面や作業面からも見て新機器の導入を検討していく必要がありますので、県の方からもご協力いただけますようよろしくお願いします。魚離れと言われる時代でもありますが、少しでも美味しい魚を提供できるよう頑張っていきたいと思い、町の教育委員会と調整中ではございますが、家庭でも魚料理が出るよう幼少中学生の保護者を対象とした漁師が教える親子魚料理教室を開催し、手軽で簡単なレシピを考案し、小さいながらも魚食文化の普及に努めていこうと考えておりますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。ようやく開封干物クラブの産品が出荷できるようになりましたが、今後も新たな調理品の開発を行ってまいりますので、ご指導のほどよろしくお願いします。確かに今漁業協同組合全体で、県全体でお魚を食べようと、特に家庭に今包丁がなくなってきたということと、骨がどうしてもねあるということで、魚を子どもさんたちが敬遠をするというこういう傾向がこうあるね。しかし今日食べさせていただいた例えばお刺身一つにしてみても、ちゃんともうパックにしちゃって、しかもドリップがない状態で使えるということになれば、これは全く話は違ってくることになりますし、未利用魚種であってもそれをメンチカツにすれば、子どもさんたちっていうのはコロッケとかメンチカツとかハンバーグとかね、あるいはカレーとか、こうしたもの大好きなんですよね。まあ、ですからこうしたちょっとした工夫、そして消費者の側、今回の場合学校給食は子どもさんということでね、例えば海部君であれば海部あるいは徳島日本を支えてくれる子どもさんたちですので、やはり魚文化を彼ら彼女たちに引き継いでもらわないとダメですから、小さいうちからおいしいお魚でいろいろ工夫をするといったものを食べることによって、その工夫もまた同時に引き継いでいかれるということになりますので、やはりこれからの後継者、味の後継者、また技の後継者ということでね、地産地消の学校給食、その中でもお魚を食べようという形でどんどん進めていければなと、こう考えております。そこで小下さんの方から、今場所がちょっと狭いと、まあ確かに狭い場所だったですよね。あとは機器も少しこれからこの海部郡だけじゃなくて徳島県全体での学校給食に
食材を提供していこうとなると確かにまあ足りないということにもなると思いますので、まあ、こうした点については我々もこの地産地消の学校給食をどんどん進めていこうと、国にも政策提言を3月総理がね TPP 交渉参画を表明をした時から提案をさせていただいておりますので、こうした中でまた新しい制度、国がしっかりと第一産業を守り育てていくというね制度の提言もさせていただいておりますので、まあ、こうした中で今おっしゃっていただいた案についてはねしっかりと対応ができるような形でね我々もさらに最後の詰めを行っていきたいと思いますので、まあ、まずは多くの皆さん方、特に海陽町海部郡の皆さん方にこの地産地消の学校給食、また未利用の魚を含めね魚をどんどん食べてもらいましょうというこの運動をね広めていただければと思います。今ねこう景気が回復されてるって言うんやけどね、はい、自分らこう魚やってね値段が上がらんのですよ今。でどうすればねこう上がるようになるかブランド化についてまたご説明したいんやけど、ブランド化をしていくためにはまず地域でもって、つまりこれは海部郡ということもありますし徳島県ということもあるんですけどね、まずはその地元の皆さん方にしっかりとそれを知ってもらうというのがまず一つ重要なことです。これはファンということですね。でさらにこれを売り出していくその場所、やはりこれは大都市部が大消費地がいいということで、今徳島では東京と大阪でそうしたブランド品を集めたアピールの場、これを作っているんですね。で集まってきていただく人たちっていうのはホテルとかレストランありますよね、こうしたところのシェフですとか、あるいはデパートの贈答売り場、こういうあるいはお惣菜売り場というそういう責任者の皆さんですね。それからさらにはそうしたところへいろいろな中間として取引をしていく人たち、こうした皆さん方に集まっていただいて、そして徳島の誇る例えば水産品とかあるいは畜産品とか農業のものとか、こうしたものを今売り出しをさせていただいてるんです。そしてあと重要なのはブランド化をするとなかなかそのレベルを下げられないということなんですね。今いろんなところで食品の表示が不適正だとか場合によっては偽装だということがよくあるわけなんですが、ブランド化をしていくには長い年月と多くの皆さん方の協力がいるんですが、失うのは簡単なんですよね。まあ、生産者の皆さんが失わすってことはあまりないことではあるわけなんですが、まあ、そうした地道な努力もいると。それからファン層をしっかりとまずは地元の人、そしてなるべく近場から、そして今度は大消費地へ売り込んでいくと、まあ、こういう戦略で、まあ、新鮮な徳島号も全国北海道から九州まで走ってますしね、まあ、こういう形でさらに PR をしっかりと、そして徳島のブランド化、皆様方が作っていただいたこれぞっていうものをねさらにより根がつくように大消費地にも PR をしていきたいとこう思っています。あの、まあ、漁業者もねもう年々高齢化してきて、はい、それに加えて船の老朽化でこのいらなくなった船の処分なんですけどね、もっとこう安く簡単にこう解体するとかそういったの施設ができたらと思うんやけど、まあ、まずこの漁業者後継者対策ですよね、まあ、これはもう漁業に限ることなく第一次産業って皆高齢化になってるんですね。もう農業でも平均日本全体の農業者の平均年齢が65歳超えちゃったんですよね。だからあと10年経ったら75歳超えるってことになりましてね、やはり漁業にしても農業にしても第一次産業には新しい後継者、これをどう作っていくのか、ここが重要なんですね。しかし若い皆さんいらっしゃいいらっしゃいと言ってもその産業に魅力と将来性がないとなかなか来てくれないっていうのが現実なんですね。じゃあ魅力って何って言ったらやっぱり儲からんとダメなんですよね。ですから今皆さんから話がありましたように、いかにブランド化をしていくのか、同じ産品であっても同じ魚種であってもブランド化をされると値が全然違う、まあ、日本で一番その差が激しいのがアジとかサバですよね。普通のアジとかサバの干物って1枚ね500円とか600円ぐらいなんですが、関サバ関アジになれば1枚5000円しますからね。同じサバですよね、まあ、確かに根付きサバと回遊サバの違いっていうのはあるんですけどね、アジもそうなんですが、まあ、という形で
まあ、このブランド化をしていくことによって同じ魚種を同じ量を取ったとしても全然上がりが違ってくるわけですよね。それから加工の仕方ということでも、当然量の場合にはしけの時もあれば大量に取れる時もあるわけですから、年間を通じて均等に儲かると、あるいは取れるということが必要となってきますので、こういう加工施設っていったものも重要になってくると思いますし、全てを築地だとか大阪の黒門市場とか、まああしたところへ持っていくっていうんではなくて、逆に多くの皆さん方がこの友の方へ来てくれるっていうのも重要なことなもんですから、そこのところは本物体験観光ということでね、どんどんそうした本物の体験をしたい、そしてそれを実際に食べてみたいというね、これも観光の一つの目玉、そして観光になってくると多くの人々が訪れるということにもなりますので、そうすると今度は産直市っていったものをどう作っていくのか、で漁業の場合には農業の産直市に加えてもう一つ実は魅力を持たすことができるんですね。それを例えば水族館のようにして見るっていうこともできるんです。産直市の横に朝獲れた魚たちがどんどん泳いで、この魚は何っていう表示をしといてあげると、もう子どもたちはわわわわって修学旅行の子たちなんかも喜んじゃうんですよね。で魚買って帰ってもらえばいいわけでしてね。でもう一つはその生きてる魚、そこの産直市で買って今度は調理をしてそこで食べれると、それがイタリア料理という場合もあれば、あるいは和食っていうこともあるしっていうね、こういうふうにいろいろ工夫をしていくと広がっていくのが第一次産業、特に漁業の面白みでもありますので、まあ、ぜひ後継者育成といった点、また今のどうやって儲けていくのかといった点についてもね、県としても皆さんと共にそうしたモデルをしっかりと対応させてもらいたいと思います。今日は特に漁業を中心とした水産物の六次産業化、まあ、これを目指していこうということで、海陽町の友浦漁協の皆さん方とのワクワクトークとなったところであります。まあ、確かに漁業を取り囲む環境も円安あるいは TPP の問題と課題は多々あるわけですけどね、まあ、逆にピンチをチャンスに切り替えて漁業がこれからの成長産業としてね、発展をしていける、そして多くの皆さん方が漁業をやってみようと、そうした漁業が徳島から発信できるようにこれから行っていきたいと思いますので、また皆様方からもいろいろご提案をいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。県政アンテナテレビ徳島ハーツでは、番組にご意見をお送りいただくことで、宝の島徳島ワクワクトークなどの知事と県民との対話にお茶の間からご参加いただくことができます。